はい、どうも、三重平のおじさんです。まあ、今日朝はちょっと体調悪くてですね、動画投稿できずに、一日休んでましたというところで、今夕方の7時かな。まあ、少しばかり落ち着いてきたのでですね、動画投稿させてもらいます。まあ、昨日をいろいろいただいてて、まあ、一つはですね、太陽光パネルですね。これについての話をしてほしいと言われたので、おっさんはね、実家が上に太陽光パネル乗ってます。で、つけた当時は、42円で買い取りますっていう、言うたら、まあ、国の制度があった関係で、200万ぐらい設置代金かかったんですけども、10年で回収できますぜっていうのが謳い文句だったんですね。で、まあ、それ以降は値段をどんどん切り下げて、最終的には電力自由化という話だったように思いますけども、その最初の10年で回収できるという、謳い文句で、まあ、まんまとやられて、購入したというところでございます。まあ、もともとね、その購入したメーカーが、親父の勤め先だったので、まあ、言うたら半分、なんていうんですかね、まあ、半強制というか、まあ、知り合いから買ったんで、まあまあ、なんていうんですか、別に、それはまあ必要な費用なのかなと思いながら、見てましたと。で、まあちゃんとね、電気代、自分の電気代に関しては自分で賄うっていうことがちゃんとできてるので、電気代自体はそんなにかからないっていうような状態に今なってて、まあ、言うたら、太陽光発電で、売電して儲けるということはできないけれども、自分たちの電気代を減らすことはできるので、そういった意味ではつける意義はあるのかなと。いうふうには思います。あと、ま、電気が止まった時とかも一応太陽光が入ってるので、勝手に動くんかな。まあ、そこら辺はちょっとよくわかんないですけども、まあ、災害があった時とかもね、太陽光があったらいいとかっていう話もしたりしなかったりというところなので、その住宅につけることに関しては多分またメーカーさんの方が詳しいんでしょうけれども、まあ、そういうのはありなんじゃないかなと思ったり思わなかったりというところです。まあ、それもだからケースバイケースですし、まあ、昨今の流れで太陽光つけるっていうのはなんか別に、おかしな話でもないので、まあそこは負けてくれてるのか、あるいはセットで売ってるのか、そこはよく分からないですけども、ね、いいんじゃないかなと思ってます。で、一方で、最近熱海の方の土砂災害とかであったような、ああいう大規模な太陽光発電、あれは災害リスクやばいっすねっていうところと、あれだから災害リスクで、崩れましたってなったら、あれ、言うたら設置した人が多分お金出さないといけないんですね。山の所有者の人が土砂崩れ起こったら、あれ確か山の所有者が一定なんかしないといけないっていうところがあったりもするんで、なんていうんですかね、そこら辺のね、リスク丸かぶりっていうのは超やばいと思うんですよ。多分ね、それを設置した会社は計画倒産するんじゃないかなと思います。だって無理ですもん。どう考えたって。なので、そういうところに関しては、個人的には、まあ、反対というか、後先考えてないな、みたいなところはあるな、と思ってます。で、言うたら、まあ、個人でやる分の、言うたら、空き地があって、そこに太陽光をやるというところに関しては、私ね、大家の集まりに行ったことあるんですよ。まあ、関西圏で、150棟ぐらい、ボロ家とかボロアパートを持ってる人が、日々、自分で DIY とか、あるいはなんか安い業者探してですね、やる模様をブログでやってはって、時々勉強会をしてはるんですよ。で、その勉強会に参加して、その人、あとね、実費じゃないですけども、まあ言うたらみんなで割り勘で旅行に行って、しこたま飲みながら、不動産の話するのが大好きみたいな方なんで、まあ、なんですかね、元サラ金かな。元アイフルか、竹藤ではなかったと思うんですよね。アイフルだったかな、プロミスだったかな。で、言うたら、再建回収がめちゃうまいんですよ。だから、言うたら、貧乏人って言うとあれやけども、生活保護の人の入れ方も分かってるし、お金の回収するのに夜8時までに回収しないといけないっていうのは分かってると。ただ、その家賃を払わない人に対しては、まあまあ、
結構強気に出てるようなことも言うてましたし、そこら辺のね、泥臭いところをきちっとやってるからうまいこと言ってるのかなというふうには思いますけれども、まあまあ、その話置いといて、そういう会に出た時に、参加者の一人が、ゴミの清掃員やってて、地区フルの、言うたら戸建てをコツコツコツ買ってると。で、ローン組んで、太陽光の、言うたら投資をしたいという話をしてて、で、まあ、見積もりというか、なんていうんですかね、その太陽光のパネル自体が、やっぱりまあ、15年、20年ぐらいしたら摩耗してくるらしいんですよ。だから、ポイントとしては、その15年、20年の間に、元本回収できるのけというところと、あと、廃棄の費用ですね。その太陽光パネルって摩耗するので廃棄しないといけないんですよ。で、それをどうするかっていう話で結構盛り上がったんですよ。で、その人ね、ゴミ収集の仕事をしてるので、あれは自分の敷地内にゴミっていうか、その、パネルをボコボコ置いといて、産廃扱いせずに家の、言うたら置物っていう扱いにすれば、その産廃の費用かかんないからいいんすよと。いう話はしてました。まあ、それ置きっぱなしやからどこがええねんっていう話もあるんですけども、なるほどなと。そういう考えもしてんねんな、みたいな感じで、見ておりました。そうだ。だからそこまでして、地区フルの不動産と、太陽光の、言うたらパネルを置いてやるのと、どっちがいいのかって、まあでも地区フルのやつは結局潰さないといけなかったりとか、出口が見えにくい反面、そういう太陽光っていうのは、まあ言うたら置く場所さえあればいいんで、どっかの荒れ地を買って太陽光をポンと置くだけなんで、あんまり、なんていうんですかね、めんどくさくないっていうのはあるんかなとは思いますけども、おっさん的にはあんまりやる意味がないというか、なんていうんですかね、まあ、別にそこまでして借金してまでやる必要あるのかというところは思うところではありますね。なんかそれやったら、やっぱりまあ都心というか、住宅需要のあるところの地区フルを購入して、言うたら人に入ってもらってっていうことをやった方がいいんじゃねえのというふうには思いましたけども、まあ、言うたら、まあ、不動産、なんかもそうですけども、その土地の仕入れ値とか、あと、自分が何に向いてるかっていうところとか、つてがあるかっていうところで、全然こう、答えが変わってくる、ところで、そこは株と全然違うところなんで、自分の力でどうこうできるところもあるっていうところがあるから、正解って、なんだろう、ベストな回答はあんまないと思うんですよね。だから、中途半端な回答でも、本当に、おじさんがインフルエンサーで、まあ、今、ツイッターの方では今2000人いるから、まあ、インフルエンサーの端くれなんですけど、まあ、あんまり稼働してないんで、あれなんですけども、だそういうようなインフルエンサーで、ツイッターとか、まあ、ミクシーで、人を募集したりもしてるっていう人もいましたし、落待ちのその、なんだ、コラムニストの人とか、でもですね、だから自分が有名になってしまえば、なんとかさんが経営してるところに入れてもらえるっていうので、人集めがめちゃ簡単だったりするので、そうなってくると、別に物件なんかどこでもよくて、ただただ安いものを仕入れて、トンテンカンテン安く、こう、DIY なり、まあ、業者に頼んで、やりゃいいっていうだけの話なので、そこに、正解がないというか、まあ、集客力がすげえというところで、全部力技でなんとかなっちゃうんで、太陽光もしかりで、自分の知り合いに太陽光のそういうパネルをやってる業者がいるとか、さっき言ったように産廃関係はもう、置いといたらいいんですよってもう割り切ってですね、もうその捨てるコストも考えないっていう、もうそういうような状況、で置きっぱにするっていうふうに決めて、やるとか、まあ言うたら、まあちょっとグレーっちゃグレーなんですけども、そういうところで、採算が取れるというふうに自分で思ってやるはるんやったら、全然それでいいと思うんですね。だから、まあ、ただ、おっさんは別にそれを良しとは思わないというか、別にそれに魅力感じないんで、そうやったら、戸建ての方が、とは思う反面、まあ言うたら、一軒二軒のその、入居のためにね、不動産会社がガンガン動いてくれるかって言ったら、動いてくれないんで、まあ難しいところやなと思いますね、という話でございます。まあ、太陽光パネルに関しては、一旦こんな感じで、お話、終わりにしようと思います。以上です。